スコット・ハーンはアメリカ合衆国のカトリック神学者。もともとは長老教会の牧師を務めていたが、1986年にカトリックへ改修する。カトリック教会の組織であるオプス・デイ族人区のメンバーである。1957年10月28日、スコット・ハーンはプロテスタント家庭の3人の子供の末の子として生まれた。1979年、 グローブシティカレッジ卒業。進学、哲学の学業を優等の成績で取得。同年8月18日、キンバリカークと結婚する。ゴーオードン・コンウェルカミ学校在学中、否認問題がきっかけとなり、契約についての研究を始める。そして、カトリックの教義が聖書に基づいていることがわかる。1982年に、 ゴーオードン・コンウェル神学校を主席で卒業し、教皇庁認定神学習志望を取得。その後、キリスト教系高校や神学校、大学に勤める。1986年、ウィスコンシン州ミルフォーキーのセーベルナルド教会で、復活徹夜祭にカトリックへ改修。1989年にカトリックアンサーズが開催するセミナーで、プロテスタントの牧師が、 カトリックになるという題で講話を行う。この講話の録音テープはアメリカ国内のカトリックの指導者たちやグループへ送られた。この講話のテープがきっかけとなりカトリック専門のテレビ局ユーテのマザー・アンジェリカライブにゲスト出演をする。1990年フランシスカン大学ステューベン・ビル校の教授になる。1992年ギフで 長老教会の牧師、RAAP の創立者であるジェリー・カークに同行し、バチカンで当時の教皇ヨハネ・パウロ2世に一見。1995年にカトリック大学のマーケット大学で進学の博士号を取得した。2001年に聖書進学研究機関のセントポールセンターを創設、会長に就任。2014年、シカゴのムンデレーン神学校の聖書進学の 客員教授に就任した。スコットと妻のキンバリーの間には6人の子供と18人の孫がいる。息子のエレミアは2021年5月21日にカトリックの司祭に紹介された。ブックスインスパニッシュありがとうございます。